アルバインとは、イスラームシーア派の祭日の一つである。イスラーム歴2月20日。シーア派、第3代イマームフサインの準教日から40日後の、もが明ける日である。イランでは、祝日となる。フサインイブンアリと彼の仲間の71人は、61、イスラーム歴のカルバラーの戦いで殺されました。アルバインは、世界最大の毎年恒例の散歩です。これは、 4,500万の万人と過去最高を持っています。イラクに加えてイラン、米国、英国、ナイジェリアなどの他の国でも毎年開催されています。ムハンマドの最高の仲間の一人であるジャビルは、フセインが殺されてから40日後に、フセインの家族と同時にカルバラに到着しました。それ以来、この式典が行われています。 この儀式はサダムによって30年間止められました。2003年以降、参加者数は増加しています。この日は、イラクのカルバラーにあるフサイン病に、多くのシーアハシントが集まる。彼らは、追悼儀式に参加するため、イラク中南部のナジャフから南部のカルバラーまでの80キロを更新し、性病を訪れる。更新の際には、胸を叩いたり、哀歌を歌ったりする。 この儀式は毎年限界な警備体制の、か行われている。この儀式を通して、シーア派信徒たちは、連帯感やアイデンティティを強めている。スンニハイスラム教と、キリスト教と、ゾロアスター教とも毎年このイベントに参加しています。ありがとうございます。